なんか一番橋本マカロンのベタって何なん、その酢マカロンみたいな。あ、確かにそれ聞いてみよう。そう、何なん、ショコラが一番酢なん。何からマカロンは始まったん、何からマカロンは始まったん、味味の素元素、うん、でどれなんですか、マカロンの始まり、始まり始まりの味始まりって言うとあれですけど、味何味か言おうかなと思ったけど、これに関してはもう分からん。あ、塩キャラメル。あ、ほんまっすね、言われたら今すごい味してきた、言われたら今すごい味してきた。すべての今までのこいつの食レポは信用できない。よし、カヌレです。カヌレ、ビジュアルがもうほんまドアノブ、ドアノブみたいな、昔のドアノブやな、昔のドアノブやな、あれやろ、これ昔のあの古いドアのね、もともと何なんですか、船とか何か意味あるんですか、山、山、もう本当にシンプルで昔ながらのフランス菓子。あ、もうイニシエからある、結構古くからある、もう本当に古いですね。味噌汁みたいなもんですか、日本でいう味噌汁みたいなもんですか、日本でいうイニシエからある、イニシエからありませんか、味噌汁なんて。タルトの皿うまいって言ってんの俺聞いたことないもん。もう鳩の餌や、もう鳩の餌や、これはな。じゃあ今でもタルトの生地を、生地をもう上げたいぐらい、これはいかんで、これほんまにちゃんと趣旨お伝えしたら、キルフェモンさんこんなやつが来るっていう聞いてました、こういうヤバいやつっていう。あ、存じ上げてましたが、はい、はい、あのタルトがそんなにお好きでないっていうのは今初めてです。めっちゃ好きで来てると思われてる。サラなんていらんと思ってますから、サラなんていらんと思ってますから。もうだから最初テーマチャーを食べるときにちょっと端っこから食べていただくと、はい、ノーマルチャーハンになります。一回チャーハン食わせてますので、でプラス今度背脂と一緒に食べてもらうと2倍美味しくなると思います。うまっ、ちょっとうまっ、ちょっとないな、私の背脂聞いてたか、お前最初の話聞いて、お前背脂後や、じゃさっき変わっちゃう、お前、あ、そういうことない、このままこいつ。いや、ちょ背脂、ここのな、皮の、どこから行くの、ちょっとこっち行けもこっち、俺ね、だからこれを背脂やと思ってた。うん、だから避けたつもりやったな。うん、だからもう、っていうかもう行ってまうやんって思ってた。ああ、こんなに背脂入ってたらそれはまぶされてんねんから。そうそうそう、背脂と、なると、勘違いしてしまってすみませんでした。もう二度と間違いないです。背脂とナルト。もう二度と間違いないです。背脂とナルト。今が出てる。恥ずかしい。俺ファミレス好きやね。基本。いろんなとこ行きました。ジョナサンとかも、もうスカイダー系も全部行きました。で、全部その系統を食べてんねん。その中でも個人的には、俺はロイヤルホストが一番。他のファミレス行けんくなって。今の発言によって違うその系統、同じ系統やで。ハンバーグとかで言うとロイヤルホストじゃない可能性もあるで。なんでそんなことも言うねん。誰に褒められたいの、全員敵に回すな。個人的な意見、これは個人でもそれしか食べへんだろ、ここは。もう水飲んでるやん、もう唾液が止まらんから。やっぱな、このな、ロイヤルホストの懐かしい、この水、ロイヤルホストの水うまい、うん、うまい。そうやりすぎ、好きやねん。ほんまに好きやねん。これ水からプレゼン、これいける時間。いやいや、ほんまじゃで。まだ何も頼んない。ゼロにすんねん。ゼロにする水。だから毎回。ウォーターゼロ。ウォーターゼロ。コカ・コーラゼロとか聞いたことあるけど、ウォーターゼロ。ウォーターはゼロやろ、そりゃ。チキンの味ゼロにする水やねん、これ。チキンの味ゼロにする水やねん、これ。すっごい飛んねん。ええことなんか、それ。目玉焼きもあんねん。それいる。いる。ただ、まあ、俺あんま、コーンとかあんまいらんねん。で、最近人参に変わってん。最近人参に変わったんすよ。好かれたんか嫌われたんかどっちやねん。ポテト、だからほんま損とかなし。ポテト時代があったん。ポテト時代があってん。で、俺はコーンとポテトそんないらんかったん。あ、うん、だ、ちょっとすいません、残した時もありました、すいません、本当に、うん、今、すごない、あの現場の人も、そうや、偉いさん、そうよ、ロイヤルホスト側の人もおってこれ言うてんねんから。でも好きやから、それはもう聞こえてるよ、多分俺。いや、もうその発言が。前はポテトやったの。前はポテトやった。ポテトの方が好き。ポテトの方が好き。人参は変えてほしい、ほんま。人参はほんま変えてほしい。人参はほんま変えてほしい。すいません、全部好きでええやん。現場の声です、これが。言うたら、これ関東カラーやん、これ。ジャンプとか言ったら。そうや、そうやな。これ意味が分からん、俺、これの。こう、
場所もなんかあれやな、なかなか見つけられへんとこにあるな。 BKB ぐらいじゃん。 BKB ぐらい。 BKB 失礼やって、それは。 BKB 失礼やって、それは。いやいや、ジューシーグリル失礼やろBKB に対する気遣いの、お前ロイヤルホストさん側に対する気遣い見せろよお前なんでジューシーグリル自分の好きなやつが BKB って例えられたら BKB に失礼やろって。いや、そんなわけ、もっとウェアって言うんやったら分かるけど、ちょっとややこしなと思って。もっとウェア、なんで BKB やねんって分かるけど、うんうん、チキンのジューシーグリル、バター醤油ソース、ライス大盛り、大盛り。僕ライス普通で大丈夫です。大丈夫、思ってるより少ないぞ。ロイヤルホストのライス中盛りって思ってるより少ないの。ロイヤルホストのライス中盛りって思ってるより少ないの。こいつ大丈夫ですか、大丈夫ですかこいつ。いや、そんなことないやろ。そんな大ないで。じゃあこれほんまやで。ほんならもうこのまま俺もいつも押してるください言おうか。うん、両手に持ち上げる。俺このままいくね。え、ライダーベルトみたいな感じして、うん、扱いうまいな。もういつもやってるからさ、お好みとかひっくり返す前ぐらいの感じで、そのまま口に。で、周り見られてるかどうかまず見てな。ほんま見んねん、これ見られてる。恥ずかしい。うん、恥ずかしい。一人やし。どんな感じ、ちょっと。だから食べる直前の、食べる直前で言うと、こう持ち上げた時に、うん、持ち上げてから見んねや見てから持ち上げたらいいのに。で、見てないってなったら本物、うん、万引き主婦みたいなこんだけあるやんか。はい、これも周り見んねん。すいません、これもあんま真似したらあかんと思うんだけど。真似せんといてください。はい、僕はここも飲むんすよ。ただ大皿で飲むってかなりの難しさ、テクニックあるし、あと恥ずかしいっていうのでまあめっちゃ見て。だから恥ずかしさはちゃんとあんねん。あるあるある、うん。で、こういくの、もうほんまそのままな。めっちゃ口開けへんと飲まないから。いきます。これはあかんで、これは許可下りへんのだから変な人だと思われてんの、これ許可したことをもう今食いてはると思うもう迷いがなくなった。もう、あ、どれしよう、すごいな、メニューいっぱいあるな、うんうん、これ頼んどいたら皆さん間違いはないです。これは間違いないです。うますぎても飽きんねん。ならちょうどのラインってあるやん。でもうますぎるで。いやいや、そんなことない、そんな。うまいうまいけど、いやいや、めちゃくちゃうますぎるよこれ1回でうますぎるってことはない。うますぎたら飽きるから、うん、うますぎって終わりの始まりやね。あ、めっちゃ好きすぎるとか、うん、恋愛でも通いすぎても結局飽きるのがオチやね。まあまあうまいなって。今日これ YouTube 流れるちゃんといや、俺ロイヤルホストさんその懐広いと思うよ。いや、甘いな、その勝手に予想して甘えんな。あ、乾杯しよう。乾杯乾杯。いや、これがな、ほんまにうまいねんな。なんかしてたうまそうに見える。そしてなぜかうまそうに見える。うわ、稲川淳二さんに見える。稲川淳二前衆や。うまそうに見えるな。うまい。やっぱこれ、今の字は説得力やで。うまい、うまそうに見えるっていうね。そうそうそう、このやっぱ、まあ、うまいねんけどね、実際ね。二度漬け禁止やけど、うん、ヒゲ漬けはありやっていうことね。そう全然もんないや自分で言ってみて思ったけどヒゲ漬けたらほんまにそれぐらいの人が言いそうなことになった。星で思い出したけど、木製のさ、うん、中入っていく YouTube めっちゃ面白かったわ。木製のさ、うん、中入っていく YouTube めっちゃ面白かったわ。木製の中入っていく YouTube、 そのドッテン解明でもらったな。これうまいよな、ソースな。最高やで。なんなん、ちょっとだけ最初飲ませてもらうね。なんかな、ソースやなってなんねん、これ。ソースやなってなんねん、これ。ソースやな、ソースやな、帰ってきたな、大阪ってなんねん。うまいわ。懐かしい、懐かしい。ソースちょっとさくれてまうよね、やっぱり。なんやろな、ええ話すると。ちょっとさくれてまうよね、やっぱり。なんやろな、ええ話すると
お前だけやちょっとしゃくれるようなええ話した後お前だけやつそれ幸せですね。うん、なんか何なんそれちょっと気持ちよかったら思んないけどやめてくれロングの感じちょっと日本仕入れたら思んないっていう、やめてくれよ。俺なんやねんロンゲの人の仕草、これ何なん、今何の時期だったのかじゃあね、ロンゲの人の仕草が好きなだけ。いや嬉しいよ、楽しいとか気持ちよなってくれんのは、うん、好きじゃない、ロンゲの人の仕草。コンビ組んで一回もそんなことしたことないのに、ええなって思うね、この怖かったなんかな俺、串カツサイズってめっちゃええと思うね。あそれはいいよ。そう、だから寿司と一緒やん。だからカレーパン1個食べたらお腹いっぱいになるけど、でもちっちゃい、あそれはいいよ。串揚げカレーパン、串カレーパンか、ちょっと邪道、下道かもしらんけど、なんかなプロレスかお前邪道でよかったやろ、なんで下道まで下道はいらんやろ。そうどうも、銀シャリです。どうも、銀シャリです。銀シャリの産地直送漫才、銀シャリの産地直送漫才、47都道府県巡り再開しました。再開しましょう。ええねんもう臨床せんねん。ええねんもう臨床せんねん。いやもうマジしてるやん。いやいや、めでたいですね。めでたい、再開しましたよ。再開しましたよ。ちょっと止まってましたけどね。そうなんですよ、やっと動き出しました。47都道府県今まで10何件回ってきました。まだ全然残ってますよ、たくさん。まだ私の件はいつなら、そう行くよ。行くよ。回り出しますんで。で、ご当地限定のステッカーもあるよ。で、その後、その県でしかできない、その県漫才も、そう作ってお届けします。はい、ぜひとも、地元の方はぜひ。します。ということで、ぜひぜひお待ちしております。銀シャリでした。お楽しみに。リノベーションネタ。うなぎ特製カレンダー。銀シャリ日記。生麦生米生配信、ハグツブ館、銀シャリグッズ、ファンクラブ先行収穫、橋本直筆色紙、うなぎイラスト似顔絵、みんなファンクラブで待ってるぜ。